はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3、続きをやっていきます。とりあえずなんかタイラントから逃げてこの地下鉄のところへ、来たところですね。じゃあ本格的に進んでいきましょう。まあ、ここはね、体験版と同じだけど弾がない。体験版ここ弾あったよね。弾薬調合方法、戦場では弾なし野郎は弾なし野郎だ。レシピを叩き込めと、ガンパウダー2つでハンドガン、ガンパウダーと強化火薬でショットガン、強化火薬と強化火薬でマグナムの弾です。さあ行きましょう。まずは上に行って、ってことはやっぱあのタイラントも本当に序盤で出てきたんだな。でもショットガンとかもちゃんと置いてあんのかな。アイテムの配置とかはやっぱり変わってそうだよね。体験版用にショットガン置かれてたっぽいし。タブロイド、ここは一緒かな。恐怖の食人事件、その真相に迫る。まあ、あの体験版ね、見てない人もいると思うので、ちょっとこれ見ていきましょう。もう一回。9月25日未明、ラムズ美術館北側で不老者風の男に通行人が襲われているとの通報が RPD に入った。駆けつけた警官が付近を捜索したところ、ゴミ捨て場で女性の惨殺死体を発見。遺体に残された数十箇所に及ぶ髪跡や四肢の一部の欠損という特徴は食人行為によるものとみられる。今月に入り同様の事件は少なくとも3件発生している。この食人鬼の正体は一体何者なのか。本誌ニュースコメットはスペンサー記念病院で無償治療を受けている奇病患者が夜な夜な食堂で、人肉食の宴を催しているのではないかと推測。スペンサー記念病院に潜入した記者が極秘捜査を行い、グロテスクで恐怖に満ちた真相を明らかにした。この衝撃のスクープ、詳細は2面以降で。2面がない。弾、とにかく弾が欲しい。ジル、俺だ。地上に出たか。今向かってる。で、作戦は？俺は線路のガルキを撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。これは一緒だね、グリーンハーブで。一応究極に減るまではレッドハーブがあるまでちょっと取っておきましょう。ガンパウダーは最初調合しちゃっていいよね。どれで開くんだっけ。これか、これと組み合わせで、よし15。あ、そっか、弾全部弾倉詰め込んだから。あ、てかあれはタイプライターは、あれセーブってどうすんだ。そういえばだけど、これは基本中の基本。ナイフいつ手に入れた。これ鍵かかってんのか。あ、なるほどね。だから鍵を選択して開けろってことだけど、これナイフでいい。あ、レッドハーブあんちゃん、いきなり。あれあったっけ。なんかこう体験版の時の記憶とごっちゃになって。じゃあこれはもう組み合わせよう。よし、なんか組み合わせた気がするな、そういえば。これタイプライターだね。よし、セーブができる。ちょ、これ読んどこう。あ、ハーブ調合法ね。そこそこ効く薬、グリーンハーブが2つ。かなり効く薬はグリーンハーブとレッドハーブ。それかグリーンハーブ、3つ分ということで。救急スプレー、これは見つけたら拾っときましょうと。まあ、回復薬ですね。グリーンハーブ2つだと中回復。で、グリーンハーブ3つだと大回復できるけど、レッドハーブは単独では使えないけどグリーンハーブ2つ分になります。調合すればいいですと。あ、やっぱこれ仕掛けになってるね。この機械、何かをはめれば動きそうだけど何をはめるんだろう。分からん。で、これがアイテムボックスか。さっきのがアイテムボックスかと思ったけど、あれは多分中に鍵を見つければ何か入ってるね。じゃあちょっとセーブしよう。じゃあ進んでいきましょう。とりあえず体験版とどこまで一緒かだよね。と言ってもそこまで詳細に覚えてるわけじゃないんだけど、ここでゾンビが1匹。生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさない。こいつは倒しておくか。ゾンビはちょっとね、仕方するのがいいんだろうけど、なるべく全員駆逐しておきたい。
発2発距離を取れて、このバリケードを境に外した。ここだ、倒れろ。そしてナイフに切り替えて足チク、バックステップ出ちゃうんだよね。待って、あ、これか、これ押しちゃうのか、この回避みたいなの。めちゃくちゃ回避してんだ。っていうかもう無理だ、銃に切り替えよう。これは倒したでしょ。アイテム少しないか見ておきますか。向こう側にゾンビがいるな。これ向こう側行くんだっけ。向こう側行くんだったらもうこっから狙撃するのもありだよね。これ死体袋か。あ、そうか、なんか R1 を押しちゃうんだよね。 R2 で攻撃だから。やっぱりダークソウルの操作感が抜けない。でハンドガン取って、でここは2人、横から出てくる。知ってる、体験したから俺は。もうすでに貴様、ああ外した。お、これクリティカル出たんじゃん。クリティカル出るか出ないかでだいぶ違うな。多分ね、下がりながらこうやった方が狙いやすいんだけど、こういうはレティクルっていうのが小さくなった段階でさ、どれほど威力が変わるかだよね、この段階で。ゲッ、今のかわしたのかよ。だから後ずさりしながらこうやって狙った方が、まあ、やりやすいはやりやすい。ただし威力はわからない。この警官やるな。倒れた、よし。倒れたらすかさずナイフ、ナイフのちょっと射程範囲も確認しておかないと。もう一発、よしよしよし。これね、起き上がられちゃうとつかみが入っちゃうからね。これで排除完了。進んでいこう。こっちとかないね。開けて、ん？開けて？こんなことかいけんだっけ？あ、ここ鍵か。この鍵系何個かあるんだな。あれ、ここにも、これはチェーンか。あ、あったね、これ。めっちゃガチャガチャしてる。で、この箱はちょっと一瞬置いておいて、イベント。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すればいける。変電所遠いな。すごく燃えてるけど。そりゃまずい。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ削る。何？で、一応ガチャッといってホースが必要。やる意味あんのか分かんないけど。で、戻ろうとするとやつらが来ます。で、こいつらはドラム缶で3匹まとめて一網打尽にしたい。だからなるべく引きつける。後ろのやつがちゃんと巻き込まれるように。で、照準は絞っておこう。怖い。大丈夫だな。よしよしよし。結構範囲広いな。で、木箱もついでに回収して、ガンパウダー。ガンパウダーは1個しかないか。で、問題はここなんだよね。ここはね、何回かこう通ることになるから、敵をね、1、2、3、4体もいんのか。4体残しておくのはちょっと危険。よし、一発当たって。てか、これ、どこまで届くの？拳銃って。この距離、あとさ、威力が遠いと威力減退するとかあんのかな。普通に考えればあるよね。よし、倒れた。
近づくかどうする。ちょっと怖いけど近づこう。あの、つつかない限りは寝てる時間そこそこ長いからね。え、食べた。気づかれた？気づかれてはない。いや、こいつはもうナイフで殺し切りたいんですけど。よし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 、なんだなんだなんだ。たまたま当たったか。オッケー。いや、オッケーかって言われたら大してオッケーじゃないんだけど。で、誰を倒すか。こいつから倒すか。なんかこいつの動きは貴公子だな。貴公子ばっかなかんな。安全に頭狙えるのはまずこの食ってるやつなんだよね。食ってるやつからいくか。当たった。あれ、クリティカル出た。お、やった。クリティカルとかマジ助かる。少し近づくか。いや、近づくと2人一緒に来るな。いや、やっぱり右のやつは貴公子か。もう謎だ。ゾンビはもう謎としか言いようがない。そりゃそうだよ。もう死んでんだから。動く屍なんだから。倒れろ。倒れない。これデブな分タフだな。外した。やっぱり頭周りはマジで狙うのがむずい。よし、さて残り15発。またナイフ片手に。この距離は届かないか。あれ、倒してある。これ倒してあるっぽいね。なんかわかんねえな、死んでんだか生きてんだかが。前はね、血がじわーってなったら倒したっていう証だったけど。3発で倒れないか。当たりどころが。くそ、やばいやばい。ちょっとこれ距離取ろう。一旦離れて。あれ、あいつ来ない。リミットオブエリアがあるのか。お前はここまで来れない。いや、そういうことじゃないな。俺興味がないんだな。ジルに興味がない。肌ツヤツヤなのに。あれ、お前は逆にだろ。ハハハ。これがどうしても出ちゃうの。なんで出ちゃうんだ、そのバックステップみたいなやつが。あ、後ろを押しながら攻撃するとなんか違うか。なんかわかんない。9発呼び玉はない。コーションだな。こっちもいけるんだよね。こっちもいけるけど、こいつは何も持ってないよね。アイテムがなんかどっかに置いてないかな。お、置いてある。ガンパウダー。ガンパウダーはもうやっちゃおう。最初はまだまだ全然ハンドガンの弾でいいでしょう。じゃあ中に入ろう。で、ここなんかあったよね。よし、ハンドガンの弾。で、この店内は確か敵はいなかったはず。体験版ではゾンビは転がってるけど、ガンパウダー浮き上がっては来なかったよね。頭突いてみる。大丈夫だな。大丈夫だ。敵の当たり判定がない。で、こっちから出れるけど、まだ商品残ってんね。いや、でもさ、ここに残ってるもう商品食いたくないよね。もう絶対汚染されてるでしょ。あ、またこの鍵か。なるほど。なんかいいのが入ってそうだな。で、ハーブ。あれ？これは？飾り箱。もうアイテムが持てないんですけど。調べよう。調べると、さまざまな方向から確認できます。調べます。ふむふむふむ。開きます。ジュエル手に入れます。持てません。コーションか。どうしようか。もう一発食らったらちょっとグリーンハーブとグリーンハーブ組み合わせちゃうか。アイテムボックス、
このジュエルを持っていくか置いとくかだよね。アイテムボックスはでも共通なはずだから置いていこう。使い道がわからん限りはちょっと持っててもしょうがない。であとはセーブか。じゃあちょっとセーブしていきましょう。 OK。 もう元気な時がないからなんだ。なんかうめえてたけど。じゃあこっちへ抜け、そうそうそう、思い出しました。こいつはこの中まで来れないはずだから。何匹いる？いっぱいいる。マジかよ。あ、ドラム缶があるな。体験版と全く同じあれだな、スタイルだな。閉めてみたいな。籠城作戦。お前らは来れない。調整が難しい。どうだ、もう撃っちゃうか。ドラム缶でも全員巻き込みたいよね。とここまで来れる？中に入れないんだよこいつら。かわいそうに。店の中に入るということを知らない。見てるだけ。いっぱい、ちょっとやだ、俺も出れねえんだけど。こっから これはどうなの。攻撃してくるのか。してこないね。攻撃すらできないのか。あの女どこ行った。ここでさ、どんだけ巻き込めるかだよね。うわやばいやばいやばい、油断した。くそ、やっぱ連打の方が良さそうだな。今だったらさ、でもドラム缶いけんじゃない。これはグリーンハーブ組み合わせで使おう。コーションだからなんかレッドハーブでも、ああコーションじゃなくてなんだっけ、デンジャーになったくらいだったらまだ大丈夫なのか。全員巻き込んだ、全員巻き込んだね。なんかおとなしくドラム缶打っとけばよかった。内側はここなんかいなかったっけ。こいつほら、なんとなく覚えてる。あ、ちなみにあの体験版は一回やって、ちょっと待ってね、狙う。そのまま死んじゃいましたけど、一応クリアはしたんで、もう一回やり直して。ちょっと早えな。そこでちょっといろいろ学んだ感じのことを今ね実践してるというところ。結局敵は全スルーするんじゃなくて、あの別にスピードをね出してるわけじゃないんで、処理していった方が後々ためになると。あの同じところに戻ってきたりするんで。外した、くそ、一発の重みが。もう一発か。ただ別にそんな何周もやったわけじゃないんで、そんなに熟知してるわけじゃないんですけど。さあ例のチクチクタイム、これは生きてるか。今生きてんな。これは死んだね。じゃあさっきの箱を取りに行こう。グリーンハーブだからもうチェーンカッターとかさ、どこにあったかなんて覚えてないから。正直この奥は危険だよな。どこから来て、こっちもなんかがあるね。ハンドガンアイテムだけ。金網に行くか、こっちも行けるから。意外にねエリアつながってるんでね、こう上からねカン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 っても来れるし。でね、こいつが動くんだよね。俺は知っている。体験版のところまでが知ってる。そのまま寝てろ。やばいやばい、ちょっと待って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 、まずい。あと一発。これもさすがに起き上がらないでしょ。大丈夫だな。あ、それでこれここに出てくんのか。ハーブこの中に草が入ってたのか。あれ、これなんだ、強化火薬。え、もう手に入るの。ショットガンとか同じとこに置いてあるのかな。で、そうこれね、これはちょっと
同じかどうか分かんないけど、メモっておこう。0197-6514-7044。あれ変わってる。ちなみに、今ちょうど体験版でやった時のメモがあるんだけど、8044になってるもん。6534になってんな。あ、違うわ。じゃあメモり直そう。0197-6534-7044。まあもしかしたらこれちょっとランダムになるのかもしれないね。で、9のところに数字が左回り、3が右回り、7が左回り。OK。で、ハンドガンの弾。よしよしよし。結構ハンドガンの弾、調達できた。だからね、ちゃんと狙えばね、まあ、なんとかなる段数のはず、ノーマルは。きついけど。あれ？こいつちょっと狙っとこう。で、こっち側ってなんかあるんだっけ？あ、かわいそうな人が。じゃあ、起き上がる前にな、寝てる間に倒したいんだよね。距離を取る。あれ？これピーポーくん人形じゃねえか。いや、気候主すぎんな、こいつの動き。ダメだ。もうちょっと離れよう。よし、この距離。しっかりと狙う。いや、詰め方がえぐい。距離の詰め方が。えぐいよ。もう無駄にしたからな、弾。できれば。もう一発も使わず、あとはナイフで仕留める。もう一発いけ。いや、ダメか。何発入れればいいんだ。せっかく回復したのに残り一発だったか。一応まだファインだね。ちょっとこの回が終わったら本当に連打にしよう。で、俺はこれが欲しかった。ガンパウダーか。どうする？これだな。で、かつこれとこれを組み合わせて40。 OK。 弾はそこそこになったね。で、あとあれがどこにあるんだっけ、開けるところが。ここだっけ。いや、なんかちげえな。え、わかんねえ。もうちょっと見る。ホースを取っちゃうと、あ、ここあれか、チェーンか。追跡者が現れるようになるから、ちょっとそれまでに見れるところは見ておきたい。上行くとどうなんだっけ。あ、ここあれだな、なんか寝てるやつがいるんだよな。こい、何、いない。やばい、それがなんか逆に怖い。変えてきたな、作りを。あ、そっか、こういうとこあったな。これちょっと出てくる。ここだって扉の外出てこないのかな、絶対。いっと、あ、痛い、ごめん。くっそー。あ、やっぱなんか噛まれてる時間が長いわ。この押してる間だってずっと噛まれっぱでしょ。ちょっとここはもうどうしようかな。これ使うか。え、あれも連打した方がいいとか。いや、だってホールドになってるもんね。今変えるのはちょっと面倒っちいんで、このままいきます。大丈夫か。お、ガンパウダーからのドラッグスター天使の日記。あ、これはね、アンブレラ社の新しい育毛剤が飛ぶように売れてる。物騒な話を聞く。金庫を買い替えるかと。で、アクアキュアの女性が金庫のパスワードを知っていますということで、それがさっきメモったやつがここ。で、さっきメモったものによると、左に9、左9、右3、左7で
開きましたと。なんだっけこれ、あ、ダックサイト、そうだったな、全然つかなかったね。これだから早めにやっぱり手に入れた方がいいのか。命中精度向上、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。組み合わせでこうでしょ。うん、変えられないね、あの角度は変えられない。ガンスミス、よくわかんない。お、はげ、これはいいぞ、マジか。でこっち来て、ここ結局追跡者に追われるところだからな。でここでここに出てくる。うん、理解した、理解したから、これじゃあ店を通り抜けた方が早いかな。いや結構慎重に行くんで、あの進みは遅くなるかもしれないけど、そこはよろしくお願いします。じゃあこっちへ行こう、中へ。こいつは一発撃っとくか、大丈夫か。こういうのは見れない。うん、いるね。しかしダックサイト早い、早いけどナイフ6発。うん、ここが分かんないんだよな。なんか割とすぐ倒れる人もいるし、体力を残したまま倒られると。ホース、ホースってこんなでかかったんだ空きがない。しかしホースを手に入れてしまった。チェーンカッターどこで手に入れるんだっけ。やべえ、ホース手に入れちったよ。ショットガン用意しました。チェーンを切ってくれと。そう、俺体験版やった時ここ持ってたよね、チェーンカッター。手榴弾とか持てないんですけども。何をやる、え、ガンパウダー、じゃあ組み合わせちゃうか。ショットガンの弾はまあじゃああればいいっていうことで。これ何、ガンパウダー系ガンパウダーとガンパウダー組み合わせとけばよかった。さて最悪じゃあ、ハーブはね、これ赤ハーブ手に入れた時がちょっとな。もう一個緑ハーブがあればいいんだけど、赤ハーブだけ持っててもしょうがないから、ちょっとここはガンパウダーをここに置いておこう。ショットガン取りに来ることがあるかもしんないんで、あるかもしんないでって取りに来るんで。問題はあそこに行かないこと。鉄道会社のようね、やつが来るところには行かないようにしよう。ダメね、それだけ。レールウェイ運行マニュアル、あれこれ必要だっけ。停車駅とホーム番号を再指定してください、コントロールパネルで。これでももう持ってるよね。げ、ここにもある。今なんか落としなかった、これ。てか前もやったかもしれないけど、救急スプレーかと思った。ギミックを調べたときに使うことができる。いや、でもないもん。ない。それは無理だよ。どこで手に入れたっけ、チェーンカッター。ショットガンはマジで欲しい。ただ、どこがフラグになるかは、なんとなく覚えておりますので。こうでしょ、こうでしょ。あ、そっかそっか、ここもチェーンカッター。あれどこだ、マジでどこだ。いや、ここ出るとまずいんだよ。だからここ出るとやつが来る。でここはこれ上、あ、上、いや上はただ回るだけだな。でここはあれがあって、こっちこっちはアイテムがあっただけだから。ちょっと地図ってすぐどうやって出すんだ。マッ
ップ、マップ、マップを見たいんですけど。違うな、これはあれか、武器を選ぶやつだから十字キーは関係ない。本当にわかんねえ。ゲームに戻ります。ロードします。オプションします。あれ本当出てみんだ。もはや操作方法忘れた。ここいません。あ、だからこっちか。あれ違う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 、ここ来た。そうそう、金庫開けました。でこっち来ました。やばくない？この流れやばくない？だからいや、まだいないか。あれだってこれあそこでしょ。これまずい流れだな。こっち行こう。あ、こっち来てないね。ゾンビの声がするけど、あれ壊せない、壊せないと思った。壊した。よし、これはもうくっつけちゃおう。じゃあこれと、あ、そうか、でもこれで赤を手に入れるっていうのもありか。まあ、ちょっとダメージ具合で考えよう。動くな、寝てろ。そのまま向こうにもいるな。ここちょっと追跡者用にガソリンタンクは残しておきたい。動くか、まだ死んだか。ちょっと待って、ガソリンに引火しそうだからちゃんと立ち上がって頭を狙うってやってると弾が減ってくるんだよね。よし、ガンパウダー、あっ結局持てねんかい。あ、でここでショートカか。あれホースやったら出るんだっけ。いや、ちょ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 、え、ホースやって、そう、ホースやって体験版が終わるんだよ。こっち側から行けばフラグが立たないってこと？追跡者の追っかけられる。それともそれは製品版だからないってこと？ちょっと行ってみよう。いないね。チェン食ったらマジで分かんないんだけど。あれ？あ、結構調べ尽くしたよね。セーブだけしておこう。で、俺はだからチェーンカッターが欲しい。で、ここ出るといない。じゃあ消火できるってことか。もうちょっとこっちの方探索しよう。いや、でもこっち何もないよね。こう来て、ちょっと待って、なんか音がするんだけど。お、警官当たった今。いや、結構頭に当たんないな。もう一発脳天。これは倒した。で、ここもいけないでしょ。だから結局いけない。で、あそこからこう来て、ここもチェーンでしょ結局は。先進んじゃっていいかな。いや、ショットガンマジで気になる。まああれか、ショットガンは多分体験版用仕様だな。そう思って先へ進もう。なさそうだ。追跡者も多分体験版仕様で追跡者を見せるために先に出したと。
火を消して、うん、よしってことはじゃあ出てくるってこと。あれ違う。お、あれ遅延カッターがここにある。そう、ショットガンの弾はねちょっと置いてきました。だからよし、じゃあちょっとキリがいいところでセーブポイントがありますので、今回はこれで終了したいと思います。若干違ったねやっぱり体験版とは。多分ここからがもう完全未知の領域なんで、それは次回、またやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。